皆さんこんにちは。日本美術刀剣鑑賞協会、略して日刀館がお送りする刀剣鑑賞動画です。鑑定士のムーヤンと研ぎ師白金師、鑑定士のミチです。よろしくお願いします。さあ今回は何をご紹介していただけますか？大龍斎宗館さんです。大変力強いコールなんですが、つまり好きということです。詰まるのかな、そこ。つまり好き、はい、うん、どういう方なんですか？あ、ちょっと悪い。そうでございますか、はい、でもね、実は以前ご紹介した小山宗次でね、うん、はいはい、いたと思うんですが、うん、その方がお師匠さん、うん、でこの宗館さんがお弟子さん。つまり波紋がすごくあれなのかな。そうですね、うん、やっぱ師匠譲りの具の根とか長寿とかがもうすこぶる上手っていう方なんですよ。ちょっとわかんないですけど好きですから僕は。知らないで好きっていうのは初めてのパターンで入りましたね。皆さんね、じゃあその、はい、わからないけれども好きをこちらにご用意してみましょうか、はいはい、自分で言って受けてんのね。いきましょう、はい、せーの。はい、ご用意できました。長いでございますね。これは立ち置きになってますね。うん、だって立ちなんじゃないの？立ちだね。でも皆さんね、これ登録書上は刀となっているんですね、うん、ちょっと刀置きやってみていい？はいはい、入るかな価格に。どうだろうね。あー、やっぱ下反っちゃうからね、入ってこなくなっちゃうよね。魚のカマスみたいな。あー、そうだね。やっぱ反りが強いものをひっくり返すとこうなるってことだね。っやっぱり立ちの作りだから立ち置きのがいいね。そういうことだね。あ、もうちょっと前、はい、やっぱかっこいいよね、うん、この方がやっぱり様になるよね、うんうん、さあちょっと見てみますね、うん、すごい、あ、波紋がね、うん、すごく荒ぶってます。僕知らないですけど好きですから。何回言うの、うん、知らないのね。知らない、知らないのね、はい、じゃあそんな知らない大龍斎宗館ですが、はい、研ぎ師目線できんの？知らないのに。知らないからできないのかしら。ちょっと不安ですね。でもちょっとこれはやらなきゃいけないものなのでやっていただきましょうかね。はい、やりましょう、はいはい、それでは研ぎ師目線の映像いってみましょう、はい、どうぞ。それでは研ぎ師目線で刀見ていってみましょう。はい、よろしくお願いします。はい、でははじめに中子の様子見せてもらっていいですか？はい、あ、え、なんかありそうだけど、そうそう、それはこれはただあれですね、鍛え割れ的なやつですよ、ね、じゃあ名前ではない。そうですね。あ、じゃあ無名なんだね。はい、わ、はい、かりました。じゃあ全体の様子いってみましょう。はい、よいしょ。お、長い。見幅も結構広いね、これ。そうですね。そっか。あ、でけえ。じゃあ近づいて見ていってみる？はい。おす、あ、む、あ、ん？と思っちゃった。波紋すごいね。波紋からいってみようか。ボコ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 。この波紋は、具の目っぽくも見えるけど、うん、中はよく観察すると具の目ではなさそうだよね。そうですね。これ、長寿ですよね。そうだよね。うん、そっか、羽取は具の目っぽくなっちゃうものなのかな。そうそうそう、こういう時はこれはね、差し込みとかでやんないで、うん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 、うまくこうね、普通に拾っていくとこうやるしかないというか、うん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 、むしろこれ取り方かなり上手ですよ。そうなんだ、うん、上手です。差し込みじゃなくてこれはもう100点満点。へえ、うん、やっぱ大きめにトレースラインは取るんだ、羽取って。というか取らさっちゃうというか、やってみればわかると思います。皆さんギリギリで取るってことはあまりしない。ギリギリで取れないと思うよ俺この。あ、そうなんだ。ギリギリで取っても、うん、あ、無理だな、無理だ。擦る動作があるでしょ。はいはい、その分のマージンがってことね。そうそうそう、マージンが、はいはい、絶対だって擦ったら絶対出ちゃうから。はい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 、これはもうね100点満点。なるほど、うん、じゃあ本当に人間の手でできるギリギリラインで大きく取っているということなんだね。やってますね。なるほどね。いや、すごい見事だね。見事ですよ。これじゃあ、匂い口って見えます？
とね、自分で見た感じだと匂いでいいです。ああ、すげえな。はい。はい、じゃあ地肌の様子は。これはね、よく鍛えられてますよね。うんうん、で、この木目肌、よく鍛えてある木目肌に、うんうん、あの、痛めが混じってるような、うんうんうん。で、うん、まあ、皆さんなんとなくわかると思うけど、ジニエがね、白いでしょ、なんとなく。すごい白いです。ジニエが吹き飛んでますね。まんべんなく。上手だね。上手だよ。いやー、すごい。上手。素晴らしい。あの、皆さんね、波紋って白っていうね、イメージあると思うけど、黒いでしょ、これ。黒い。ね、たまにお話ししてると出てくると思うんですが、つまりこれは硬い。強烈に硬いでしょうね。硬いでしょうね。さあ、帽子来ましたよ。長めです。お、すごい。かっこいい。乱れ込んでるんだね。うん。じゃあ反対側は？あ、こっち見づらいのか。ちょっと見づらいね。でも一応乱れ込んではいるのかな？うん、だね。うん。はい、じゃあ下行ってみましょう。おー、うんうん、激しいね、もう一。すごいよ。あー、いいですね。なんか坂長寺っぽくなるとこもあんだね、これね。そうだね。いろいろ混じってる長寿乱れなんだね。これ欲しがる人いるね。これ素晴らしいね。やっぱり、小山宗次ってね、長寿乱れが得意だったりするんですが、似てるよね。似てる。うん。ここまで荒々しくなんないかな、宗次さんは。こっちの方が遊び心あるよね。そうだね。遊んでるって感じだね。ね、俺、大流斎さん好きなんだよ。大好きです。うわ、すげえ。さあ、でも、待ってね、うん。このさ、はばきの上まですごいもんね。ね、よっこいしょ。こんな感じ。あ、素晴らしいですね。はい。はい、じゃあ反対側の中を見てみましょう。はい。こちら側も無名ということですね。わかりました。よいしょ。ありがとうございました。それでは細かく見ていきましょう、はい、刀無名大流斎宗観古くから師匠である小山宗次とともに非常によく切れる刀を作る刀工として人気がありました。文政元年1818年に奥州白河に生まれ、嘉永元年1848年に下佐の国古賀藩の岡江家事となり活躍しました。ね、これ知らなかった。古賀だって。そうなんだ。ね。嘉永4年1852年頃に、藩の命令によって江戸に上がり、当時、備前殿の第一人者と言われた小山宗次に入門したと伝わります。明治に入っても作刀していましたが、廃刀令以後の作品は見られず、明治16年、1883年1月23日に65歳で没しました。刀剣の時代区分としては新進刀、伝法は備前殿となります。では次に中郷を見てみましょう。はい、どうやら作刀者の名前はありません。ですので無名となりますね。次にめくぎ穴の数に注目してみましょう。はい、一つのようですね。なので作られた時の長さそのもの、まあ、産中子というものになりますよね。はい、では次、はいはい、行ってみましょう。はい、本作はですね、登録書では刀と分類されてるんですが、幕末に作刀された太刀だよね、これね。太刀だね。はい、なので刀置きから立ち置きにしてみますよ。はい、よいしょ。こんな感じ。やっぱ収まりいいな。うん。こうですよね。はい。じゃあこの状態で、胸待ちと切っ先を結ぶ水平線引いてみますよ。はい。こうだよね。うん。続いて、この水平線と胸で最も開きのある部分に垂直線を引きます。うん、このあたりかな？そうだね。はい。で、ここが、反りの中心位置ということになります。で、次に、刀身の中央位置と反りの中心位置を比べると、はい。
こういう感じなんですよね。はいはい、はい、刀身の中央付近に反りの中心位置があるっていうのよくわかりますよね、うんうん、また端に行くほど反りがなだらかになって、うん、見た目はまっすぐというふうになってますね、うんうん、さらにさらに、はいはいはい、切っ先注目ですね、左側ね、うんうん、通常の切っ先よりも大きくなる扇っ先となっているのがわかります。ここまでをまとめると扇っ先で刀身の中央付近に反りの中心位置があり端に行くほどまっすぐな見た目になると言えそうだよね。太刀じゃん。ね、本当に太刀だよね。こういうふうに分解してみるとね。南北朝じゃん。そう。じゃあ、はい。この姿から、扇っ先の中反りとなる南北朝時代の太刀姿。と呼べそうだよね。これ右上のさ、大流祭さんの名前消してごらん。サモン字なんてね、やっちゃったら、ほんとそのまんまでしょう。これ多分わかんないと思うよ。わかんないと思う。うん。あの、まあ、中子ゼリーが成形されてるから、うん、ああ、ウブでこれだったら、まあ、うんうん、もしかしたら新進から止まれちゃうかもしれないけど、うんうん、けどあそこ中子隠してみたら。あの、中子をまっすぐにしたら、多分皆さんわかんないと思う。わかんなくなるんじゃないかな。サモン字に似てるよね。似てる。うん、そうなんですよ。ね、かなりがっしりしてて、うん、堂々たる姿だよね、これはね。いいよね、かっこいい。本当何見てもかっこいいもんね。素晴らしいですね。センスすごいよな。素晴らしい、ズバ抜けてますね。はい、じゃあ続いて刀身の様子見ていってみましょう、はい、そうすると左文字じゃなくなるかもね。あ、そうだね。あ、左文字じゃなさそうだよ、ね、左文字じゃないですね。はい、じゃあトレースライン入れなくてもわかるんだけれども、うん、一応入れますよ。はい、はい、こんな感じ、はい、長めの山谷がランダムに現れているようなんだよね、うんうん。でこういう刃文っていうのは一文字義房の動画でも紹介した丁字乱れなんて呼ばれるんですね、うん、で丁字っていうのはクローブとも呼ばれるスパイスの一種で釘のようなつぼみをつける植物なんですね、うん、でこの形が刃文に似ているってことから丁字刃とか丁字乱れなんていう名称がついてるんですよね、うん、いい感じのやつをまた例えましたよね、昔の人。そうだね、うん、でこれから丁字油取るわけだからね、いい香りなんだよね。そう、すごくいい、うん、うん、で、この丁字乱れっていうのが刀身すべてに現れているため、うん、実際に鑑賞するとかなり華やかです。これさ、うん、時間かけてね、うん、差し込みにしてもっと迫力でった刃文、要するに2つの山が1つで刃取りしてあるところをしっかり一つ一つ取っていく、赤いトレースラインのまんま刃文を取るような感じ、うん、あの、そうだね、そう、めんどくさいんだけどね、かなりかなりめんどくさいと思います。これ要は関の孫六とかと同じように刃文を取る、うんうん、これそれやったらものすごく映えるだろうね。品位もっと上がっちゃう、上がっちゃうね、上がっちゃうね。これは素晴らしいですね、うん、素晴らしい、うん、はい、じゃあ続いて匂い口いってみますよ。はいはい、もうわかるよね。はい、もう出ちゃった。はい、匂いできだよね。白い帯状のものがよく見えますよね。はい、ですので匂いできと、はい、もうこれはまあお手本というか教科書みたいな感じだ ね。はい、じゃあ地肌行ってみますよ。はい、ドアップでいきます。あ、でもやっぱ焼き高いね。高い。はい、うん、じゃあちょっとね、地肌の面積少ないんですけど切字入れてみます。非常に細かい木目肌をメインとして炒め肌が現れ、全体には地煮絵もたくさんついているようなんですね。ですので細かい木目肌に炒め肌混じり地煮絵つくと呼ぶことにしましょう、はいはい、師匠である小山宗次に似た地肌で腕の良い刀匠であったことが本当によくわかる地肌ですよね。この人はあんまり大肌ってやらないかな。大肌そんなに出るイメージないな。ないね。あの細かいイメージだよね。そうだね。で刃文がド派手っていう感じなので、うん、そのあたりが師匠とは違う。小山さんより刃文細かいよね。細かいです、こっちの方のが、ね、うん、でも迫力はやばいよね。俺好きだな。すごいよね。見てて飽きないのは、うん、大流祭さんの方かな、俺は。小山さん、そうだね、うん、小山さんのやつっていうのはいい意味で整然としすぎちゃってるんだよ。そうだね、綺麗すぎちゃうんだよね。綺麗すぎだよね。でこの人は
どちらかというと若干遊びが入ってくる、うんうん、それでも整ってるけどね、整ってる素晴らしいですね、うん、はい、じゃあ帽子いってみましょう。で、でかい、でかい。いや。じゃあ行きますよ、うん。はい。乱れながら登っていき、頂点は綺麗に U ターンしているようなんですね。うん、ですので、乱れ込んで困ると呼びましょう。うん、はい、これは、だいぶ乱れ込んでる。そうですね。かな、だからこれまで紹介した帽子の中では、ダントツ1位の乱れ方じゃないかな。うんうんうん、まんま、もう、波紋。そうだね、帽子というか波紋、そうですね、うん、だからあの波紋のまま乱れ込んでなんて言い方をする場合もあります。そうだね、こういう時はね、うん、あの上のさ、うん、小丸の上あれ飛び焼きみたくなってるとこっていうのは、うん、本当は飛び焼きだったんかな、あれは飛び焼きっつうか、うん、土を落ちたか、うん、残りすぎだったのかどっちがね本ちゃんで狙ったのかが分かんないんだけど、温度が足りなかったとか。そうだよね、隙間空いちゃってるもんね、U ターンの上のところね。そうだから波紋っていうか黒っぽくなってる波紋があるだろ、うん、その 黒っぽい方、はい、うん、黒っぽい方が土がない方なんで、つまりあそこの上の白いところは土が残りすぎたのかあれかな。それか火炎狙ったのかな、火炎狙ってっかもしれないな、うん、かなっていう気はするんですよ。こんな綺麗に困る帰るかね。そうだね、そうだね、ちょっとねこれやっててね、うって思った帽子だったんだよね。それともあ、わざとかな、わざとこういうあえて、うん、やるかもしれないこれこの人だったらやるね、うんうん、俺土取りで、うん、あやるかもしれないこれ、やるかもしれない、やるやるやる、ほんと、うん、じゃあこういうものなんだ。でも一応これは困るでいいのかな。うん、そうだね、でもまあ困るだな、とりあえず困るになってるからね、うん、から一応それか、うん、まあ飛び焼きっつうか、あそこの真ん中の、うん、波紋が橋渡しにはなってるけど、うん、火炎としてみるか、まあどっちでもどっちでもいいかな、まあ、乱れ込みということで。じゃあそうですね、そうですね、はい、難しいことになりそうなので、はい、乱れ込みでもいいし、うん、乱れ込んで困るでもいいし、うん、乱れ込んで火炎気味でもいいし、あれはやるな、あの本当、うん、あそう、わ、うん、かりました。はい、じゃあ本日のまとめいきましょう、はい、大杯は扇先で刀身の中央付近に反りの中心位置があり、端に行くほどまっすぐな見た目、まあ中反りですよね、となる南北朝時代の立ち姿である。作られた時の長さそのものの中子は産中子と呼ばれる。波紋は長寿乱れ、匂い口は匂い出来、地肌は細かい木目肌に炒め肌混じり地味へつく、帽子は乱れ込んで困る。以上が本日のまとめになります。いかがでしたか。大龍斎宗観の特徴を捉えることできましたかね。え、わからないけど好きなんでしょ、はい、好きです。特徴捉えました。捉えましたよだいぶ遅咲きで特徴を捉えたということですね。完璧ですよ。じゃあもう一回ご覧になって特徴を、はいはい、本当かね。いいね、やっぱりいいわ、かっこいい、地金もいい、そしてやっぱり皆さんここで見ると地に絵が強烈なのものすごくよくわかるんですよ。バキバキだよねこれ、地に絵ね、間違いなく硬いっていうのがねわかります反りがこれさ、だって炭素量高いわけじゃん、はい、で焼きもほどほど高いじゃん、うん、でここまで反らせたわけでしょ、うん、で炭素量高いんだろ、うん、よく歯切れ起きなかったね。あ、本当だね、上手ってことだよね。胸焼きもねえもんな。そう、胸焼きないんですよこれ。胸焼きね、だから選ばれた人だよね、こういう。そうだよね、うん、これは上手。ここまで反ってて割れがなくて胸焼きもなくて、ああ選ばれた人だこれは。いいな。でやっぱりさ、この長寿系って難しいんでしょ、うんうん、難しいよ、陰の土取りだからね。そうだよね、うん、
素晴らしいですねこれはね。あとはあれだね、ちょびっとだけ物打ち減ってんだな。あー、なんだろうね、錆び出たのかな、錆び出たか、ちょっと使ったかもしれない。あー、幕末の誰かもね。そうそうそう、あー、なるほどね、いや素晴らしいですね、やっぱいいね。うん、で、ね、ご紹介済みの小山宗次さんと、宗観さんは、指定関係ということなんですけれども、まあ以前ご紹介した宗次とは作風は若干違うかな、これは。そうだね、こっちは長寺、向こうグノメ系だった気がするんだけれども、まあ宗次さんの長寺乱れ、なんていうものもあるので、いずれご紹介していこうかなと思うんですけど、ありますよね、あった気がする、か宗俊か。いやすいません、適当なこと言っちゃったかもしれない。でもね、あるから、あるよね、探せば多分出てくると思うので、いずれご紹介しようと思います、はい、動画を見て勉強になった、興味を持たれたという方はチャンネル登録、いいね、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。あなたに届け刀の思い、バイバイ、バイバイ。